2020年3月の5日木曜日の木村佳子の気になる銘柄です。さて、大波乱の株式市場の行方、まあ一言アドバイスをするとするならば、心配なら逃げろということですよね。投資家とニュースの聞き方は全く違っています。大衆はニュースに振り回されますよね。大衆になるか投資家になるか、今はその胸突き八丁というところでは、ではないでしょうか。ニュースの読み方で対処法が違ってきます。こんな大騒動の中、ひっそりと改定されることに視線を当てている方、大統領選挙への視線を当てている方、まあそんな投資家の方たちの行動いかんによっては成果が違ってきますよね。対象というのは何しろ恐怖ニュースに弱いんですよね。なので日本でも起こっていることですけども、今世界的な買い占め買いだめ騒動が起こっています。なぜですね、トイレットペーパーを買い占めるかなと思うんですけど、不安心理の表れですよね。私たちは本当に不安に弱いんですよね。私は主婦の方がトイレットペーパーを買うために雨の中スーパーに並んだっておっしゃるんですけども、私はそのスーパーからすぐ近所の、場所でですね、難なくペーパー類買えたんですけどね。やっぱり、考え方感じ方の違いでですね、このような行動がになってしまうということ、投資家としてはね、参考になる話ですよね。さて、人間というのは恐怖に弱いということなんですけれども、恐怖を指数化して売買されているものがありますよね。それがおなじみの恐怖指数、ビックス指数と言われるものです。私は講演会ではビックス指数と株価の水準を見てですね、ビックスが低くて株価水準が高いときは売り時だというお話をさせていただいてますけど、今現在はビックスが高くなってやや沈静化してきているので、まあ、買い時では、一つの買い時ではあるんですけど、まだまだね、予断は許せません。というのは、一旦上がって、そして上がっていくのに時間かかるんですよね。ビックス指数が沈静化してやっと高いところに行けると、そして何回かこのビックスが動いてですね、ようやく沈静化してきたところが、マーケットの水準が上がってくるところなんですよね。そういう観点で考えますと、まだまだね、これから先道のりは長いと思いますね。そんな中、ニューヨーク市場は大反発しております。 27,090.86、 4桁上昇ですよね。ビックス指数少し下がっておりますね、 4.83%。 このゴールデンチャートさんにニューヨークダウを書き出ししますと、こんな水準ですよね。大陽線で上がってきております。じゃあ日経はどうなってるかということですけど、円建てで見ますと 21,400円ですね。これが本日の相場にどのように反映されるかということですけども、一応日足にですね、いろいろなテクニカルを書き足しますと、こんな水準になってくるかと思います。すなわち下値支持線の上で上がってくれば、まあまあ一応この中で、終わり値 22,000円に向けて、集約してくる可能性ありますね。さて、物事の本質を見極める力、そもそもはアメリカ大統領選挙なんですよね。このバイデンさん、民主党の有力候補ですけど、かつてオバマ政権で副大統領だった時に、非常に中国と親密な関係にありました。もちろん中国はバイデンさんが大統領になってくれれば、今までトランプさんにぎゅうぎゅうやられてたものが全部オセロゲームでひっくり返せますので、バイデン大統領が誕生することを望んでいると思われます。しかし今回の騒ぎで、それどころではないということが、トランプさんにとってみれば、バイデンさんの応援隊がちょっと今いろんなことで手こずってるなということで、トランプさんの再選の可能性が高まってるかことを感じますよね。でも、もうすでにですね、中国はトランプさんが4年、あと4年やっても、81歳になってもバイデンさんを応援すれば相当ね、オセロゲームをひっくり返せるということで、着々と4年後を見据えてバイデンさんと関係を、再構築しようとしているという報道もあります。なので、このバイデンさんが、これからどう出てくるかということを考えたいですね。いろんなニュースの中でひっそりと施行されることが労働法ですね。改正労働法、4月1日から派遣労働者の待遇改善や賃金格差の是正を目的とした、改正労働法が施行されます。まあ、派遣労働者もですね、非正規雇用者が各種の手当、賞与、
退職金などを受け取れる可能性があることはいいんですけども、まあ、そもそも派遣同業者の所得があまりにも低いことによって、様々な生活格差が生まれてましたので、それを是正する点では評価したい法律なんですけども、一方、正社員だけに支払われている各種の手当が廃止される可能性がありますし、減額されたり、非正規雇用者に配分するための原資にされる可能性がありますので、正社員にとってはいい話ばかりではありませんね。なので、どちらかというと企業にとってはプラスですけれども、所得者にとってみると、まあ、低い方に集約されていく可能性がありますので、収入が増えるという方もいらっしゃれば、今まである程度のものをもらってた方は減るという可能性がありますので、まあ、あまりね、所得者全般にとってみると低い方に集約されていくニュースかなと思いますね。さて、この先、まだまだ波乱が待ち受けていると思います。11月3日の決選投票。これが全ての、沸点の原点だと思います。核心だと思います。そうすると、過去、このように、ここ、日経平均株価下がってますけど、半年はかかりますよね。まだまだ、9月までかかるぐらいの大騒動だと思います。心配なら、逃げましょう。これをアドバイスして、今日の木村淑子の気になる銘柄としたいと思います。どこかで反発したところで逃げ遅れた方は逃げるべき。そんな大喧嘩なんです。大喧嘩の時はマーケットから逃げておくっていうのも一つの、処世術ですよね。なので逃げ遅れた方は今のうちに逃げておくっていうのも一つの方法論ではないかなと思いますね。それではまた明日。さて、いかがでしたか？木村淑子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また、月の初めの1日正午には、月刊木村淑子、そして月に2回、木村淑子の経済都市伝説で、面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひ、チャンネル登録の上、ご視聴のほどお願いいたします。それでは、また明日。